届いてください。待たせてしまったな。あんたが片山の位置にいたら猛虎を止められたんだろうな。お主戦ったのか。そうさ、とは言ってもついに位置を乗っ取られたわな。よくぞ心を決めた。俺が位置を取り返そう。
つ。
必死に助けようとしたんだ。政子殿、あるまじきことです。助けてくれたんだな。逃げていいんだよな。助かった。安全なところへ。抜かれてないぞ。刀すらないんだ。だからといって命の恩人を見殺しにはできないだろう。侍だ。あんたの飯はないよ。悪いな。元よりもらう気はない。大高族に襲われたようだな。皆無事か。道春様のおかげでね。野営の世話をしてくれた。だが俺たちを守るため猛虎に連れてかれちまった。どこへ行った。わからねえ。探してるところだ。手を貸そう。己を投げ捨てられる稀有な男だ。小仏なら何か知ってるはずだ。夫が衆を率いてる。誰にも話してない。静かにしろ。人に聞かれる。道春を探しておる衆はどちらへ行った。さてね、私の知ったことじゃないよ。民のため猛虎に従ったのだぞ。頼んじゃないさ。あの人がいなけりゃこれからは飯はなしってことだ。他へ移ろうかね。こりゃ驚いた。侍を見たのは15年ぶりかね。最後に見たのは坂井家のものか。そう、あの襲来以来奪えるものは残っちゃないよ。猛虎のせいでね。道春という御坊を助けたい。そうなの。今夫らが探し回ってる。猛虎を追って橋の方へついといで。お主は残れ。荷が重いだろう。手伝いたい。道春様には世話になってんだ。こっち。さっきは疑っちまったね。すまなかった。たくさん失ってさ。その腕も戦で。幼子にとっては甚だ辛い傷だったであろうな。馬屋に侍が逃げ込んでね、飯をやったんだ。父に見つかって腕を切られた。敵を施した腕だってさ。ぬごいな。重すぎる罰だ。父は正しかった。
次の夜、侍が戻って皆を殺し回ったから、それからは道春様が親代わり、こうして生きてるのはあの方のおかげなの。あれは何だ。人が切られておる。まさか。待て、俺が見る。心地が悪い。深く息を吸え。初老の男だ。六郎、八重の新参、夫と一緒だった。ワコードだ。顎に傷がある。金次だね。妻も子もいるのに夫は逃げたのかね。すぐに猛虎を見つけねば。米だ。お主の野営のものだな。そうだね。残らず奪われちまった。後をたどろう。こやつに正体を知られたくないの。身を切られ村を焼かれたのだ。己の父の慢心がゆえに。さっきの私の問いにまだ答えてないよ。夫は逃げたの。今は黙って走れ。そうだね。でも足と腰が。我慢しなきゃ。道春様のためだ。それに夫のことも放っておけない。見つけ出そう。私が夫婦になるなんて思いもしなかった。東郷といると何でも叶った。それなのに。静かになるまでここで待て。加減はせんぞ。もうか、浜におるぞ。様子を探ろう。そうだ。道春様。縛られておるな。じきに切られる。ああ。東郷、怪我してる？わからん。我らが気づかれれば殺される。どちらもは救えぬぞ。夫が死ねばこやつの心は潰れ、坊主が死ねばこやつの望みはついえる。頼むよ、二人を助けて。両方は助けられん。近づけば猛虎に見つかる。そうなればどちらかなんて選べない。やれることはしよう。
くれ。助けられましたな。お侍、あのワコードは無事でしょうか。救うことはできなかった。無念でしょうな。あんたは地獄に落ちろ。小仏、腹に子がいるってのに。まことか。15年前と同じだ。あたしらの命なんて取るに足らないんだろう。選ぶほかなかったのだ。仇は必ず取ってやる。いつか許されるでしょう。あなたの咎ではない。
将、まるで下人だ。殴られておるだけだ。いずれ見つかる。父という過ちの匂いを放っておるからな。Here you, Tisha, for that exact.見つかった。Ой, куда как тебя? Here you.
Ой! Куда как ты? You and Gütch Bish.
Hildwin! よし、影。 頭にはずっと従ってる。境砦を出た時。
コに嫌われたんだ。せっかく魚をやったっていうのに。仲良くやっていこうな。